前回プーちゃん病院に連れて行った時に体重が増えていないのと、あと口の中が若干炎症しているということでお薬をもらってそれをずっとあげていました。でちょうどそのお薬も切れて、薬が切れた頃にまた店に来てくださいと言われたので今日連れて行きました。で結果なんですけど、歯の状態は、まあ、良くも悪くもないっていう状態みたいです。なのでお薬は同じようにいただいてきました。あと膀胱結石の方なんですけど、今のところお腹の中に結石はできていないみたいです。ただ問題なのが体重なんですけど、まだ全然増えてないんですよね。今回プーちゃんの体重測ってもらった時に 476g だったんですよ。プーちゃん今まで調子が良かった時は 500g 超えてたので、やっぱりね体重だけが増えないんですよね。でまあ今後もチモシーをたくさん食べさせて、また様子を見て、今いただいたお薬がなくなったら再検査していただくことになりました。なんで体重増えないんだろうね。プーちゃんのね調子はすごく良さそうなんですけど、なんで体重が増えないのかが全然わからないんですよね。まあ次回お医者さんに行った時にまた細かく検査の方をしてもらおうと思います。それまで僕はとにかくプーちゃんがちゃんと食べてくれるように健康管理をしていきたいと思います。